今回ね、FF7 リメイクをプレイしていただける、まあ、いろんな多くのファンの方に、まあ、どんなこうプレイ体験を感じてもらいたいかということなんですけども、やはりね、今作のもちろんそのバトルシステムに関しても全くリニューアルしているので非常に手応えのあるものになっていると思うんですけども、まあ、それはどういうことかというと、原作はまあ ATB ではあったんだけど基本はコマンドベースの RPG だった部分があります。新しい今回セブンを触られる方を考えたら、まあ、昨今のこうゲームやはりこうアクションが主流になっているっていうところがあり、でもう一つこうセブンの世界観を一番こう楽しむにはこう臨場感をいかに高めるかっていうところがあって、まあ、それにはどうしてもこうリアルタイムの操作っていうのは必須だろうと、まあ、だから第一にそのリアルタイムでこうアクションさせるっていうのが第一課題というかありまして、ただ、まあ、ファイナルファンタジー全般でいうと数値とゲージの管理、これも必須、これがあって、まあ、FF だと自分は思っているので、さらにこうセブンでいうと ATB バトルっていうのがあって、そのマテリアを使って ATB を使ってっていうところのセブンらしさで、この FF らしさセブンらしさと今のこのゲームの流れ、そのリアルタイムでアクションっていうところ、これらこう全てをミックスして一番こうバランスよく、これもまたバランスなんですけど、着地させるっていうところがコンセプトです。そうですね、今回のバトルシステムは、まあ、まずアクション化っていうお題が、まあ、一つあったのと、まあ、当然リメイクなので、コマンドバトルっていうところは原作から、まあ、何かしらの形では引き継ごうっていう、まあ、ところは決まって、今回のバトルシステムってアクションバトルとコマンドバトルっていうのがこう融合したバトルシステムになってるんですけど、決してアクションバトルが作りたくて今のバトルになったわけではなくて、 ATB バトルっていうこう FF ならではのバトルシステムっていうのを今の時代に合わせてみたらどういう風になるんだろうっていう発想から、こうそうするとやっぱりよりこうセパレートされているよりかはこうシームレスにやっぱりつながる方がいいので、やっぱりそうするとよりアクションっぽくこうゲームスタイルが変わってくる方がやっぱり今風だけど、 ATB のこう良さっていうのは残したいので、やっぱり ATB とこうアクションバトルっていうのをどういうふうに融合するかっていうところがやっぱすごく最初のこう難題というわけではないですけど、そこにこだわって作ったバトルシステムですね。まあ、加工作のものをリメイクするっていう上で、当然過去にあった要素っていうのは、まあ、ユーザーの方たちが、体感できるようにしないといけないかなと思うので、まあ、それをどういった形で組み込めば、まあ、遊びの体感を失わずに、まあ、気持ちよくはまるかっていうところを、まあ、考えた結果、自然と、まあ、過去の要素っていうのを、用いるようになったっていうところになりますね。今作においてはもちろん現代なので、現代のゲームシーンって比較的こうなんだろうな、アクションの手触り感、フィーリングがやっぱり主流になっている中で、いかにその原作のコマンドベースのファンと現代のこうアクションベースのファンをこう両方満足させられるかっていうのは非常に大きなテーマになっていました。まあ、アクションって言っても一言で言ってもかなりいろんな要素があると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、単純にカメラを自由に動かして、まあ、その中でプレイヤーキャラクターも自由に動かせるっていう要素だったりとか、まあ、ボタンを押したら攻撃が出るだったりとか、まあ、あとはタイミング系の瞬発力が求められる要素だったりとか、まあ、そういったいろんなアクション要素がある中で、まあ、どこまでを、アクション要素として取り入れて、まあ、その上で、過去の ATB システムっていうのを、どのぐらいの割合で取り入れるっていうのが、まあ、一番面白く気持ちよくなるかっていうところは、まあ、一番苦労してて、まあ、実際ずっと悩んで、まあ、それこそその敵一体作るにしても、まあ、この敵はどれぐらいの割合でそういうのを作っていこうかっていうのは結構ずっと作りながら、悩んでいたところですね。まあ、その辺が非常にこうどう両立されるかっていうのは非常に難しいところだった。
ですけども、まあ、その辺をこう試行錯誤しながら開発チームが組んでいって、結果的にはそのまあ、あのタクティカルモードって時間を止めて、ゆっくりとコマンドを選ぶ、まあ、標準的なモードと、ショートカットキーを使うことによってそのよりアクションライクな、モードと、を、構築しました。ただ、まあ、そこでもちろんそれだけでもいけるんですけども、2019年の E3 で、プレイ動画をこう発表したときにファンからのこうリアクションとしてはよりこうなんかアクション寄りになりすぎちゃって、アクション苦手な自分はプレイできないんじゃないかって声が非常にこうネット上でもいろいろ多くあったので、それを受けて結構開発チームがそこからさらにもう一歩進んで考えてくれまして、今回クラシックモードっていうよりこうアクション部分がほぼ、オートで実行されて、プレイヤーはコマンド選択だけに注力できるっていうモードが誕生しました。まあ、そういう意味ではこう、3段階にプレイヤーのこうスキル、熟練度によって3段階のこうアクションからコマンドに、幅広い、プレイができる、モードが、モードを実装することができたので、まあ、そういう意味では非常にこう、幅広い、ファンの方に、プレイできる、プレイしてもらえる、ゲームとして完成したんじゃないかなと思っています。重きを置いて作ったのは、まあ、アクションと、コマンド戦略性っていうところの二軸があったと思うんですけど、まあ、重きを置いたのはやはりその原作からあったコマンドと戦略性の部分で、まあ、アクション面っていうのはどちらかというとこう躍動感を出すためだったりとか、まあ、臨場感を出すためだったりっていうのに、まあ、うまく利用できないかなっていうのと、まあ、システム的にそのコマンドの方の要素に通じるような、まあ、その最初のステップとして用意したので、まあすごく簡単な操作でアクション部分を楽しみながら、頭を使う部分の大多数はコマンドの方の選択に使ってもらえるような形を目指して作りました。まあ、一番重要視していることは、まあ、まず僕としては分かりやすいゲームの方が好きなので、まあ割とどのタイプのユーザーが触っても分かりやすいっていうのは大事にしてて、まあ、ただ分かりやすいっていうのは結構そのシンプルになりがちなので、まあ、なかなか奥深さっていうのを出すのが厳しくなってくるんですけど、まあ、その分かりやすい入り口から、まあ、ちゃんと遊んだ時に遊び応えがあるようなものになるかっていうのは割と毎回意識してやるようにしてます。リミットブレイクに関してはまあ基本的には原作通りダメージを食らうと、溜まっていってで、まあ、それが一定量溜まるとすごい大技を出せるっていう要素で、まあ、そこまで変えてはないんですけど、まあ、原作だとそのペナルティに対して逆転できるよっていう要素だったと思うんですけど、まあ、今作ではそのバーストっていう新しい仕組みがあって、まあ、うまく攻めることによって大チャンスを作り出せる瞬間があるんですけど、まあ、そのバーストをすることによってもリミットゲージが溜まるので、まあ、非常にピンチになった時にも溜まるし自分がうまく攻めた時にも溜まるっていう風な要素にして、まあ、今作の成長要素としては、まあ、そのバトル実際にやってるところ以外でも、まあ、マテリアの要素だったり、まあ、あと当然レベルアップの要素だったり、あと新しくその武器を成長させるっていう要素があって、まあ、それぞれがまあ、原作の枠を超えてもう少し成長できるように今回はしてるので、まあ、ミッドガルまでの話であってもかなりプレイヤーっていうのは後半に行くにつれて成長していろんなことができるようになっていくっていう要素は用意されてます。これは最初に、まあまあ、ボスのシステムを作るときに一番最初に決めたことなんですけれども、まあ、ボスに対して2つ、まあ、決めておこうというところがあって、まあ、1つがフェーズ制っていうものを導入してますと。まあ、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3で、フェーズとフェーズの間にはカットシーンであったりとか、まあ、ちょっと演出が入ったりとかっていうところでちょっとは、まあ箸休めというかこう手を休めていただいて、まあ、気分を切り替えつつ次のフェーズっていう風に進んでもらう。一番大きいのはやっぱり
まあ、原作ってやっぱりコマンドバトルで、あのキャラクターって動かない、まあ、歩かないんですよね。まあ、ボスを作るときに、まあ、その原作だと、まあ、大技以外あるボスとか、まあ、その特徴的な攻撃をしてくるボスは当然いるんですけれども、それって大体1種類とか、まあ、多くても2種類とかでやってくるんですけど、今回のそのバトルっていうのは、まあ、そのアクションで常にまあプレイヤーが動かして、で常に緊張感を保ったままのバトルにしなきゃいけないので、まあ、その時にバトルを、まあ、例えばまあフェーズみたいなのがあって、でそのフェーズ1の時にこういうバトルをさせますってやってる時に、大体まあやってると、まあ、当然攻略法が分かってくるんで、すぐにまあ飽きが来てしまうんですね。でそれになった時に、まあ、またこのシチュエーションを変えて、じゃあ次にこうしようみたいな感じにして、こうフェーズを切り替えたりして、まあ、ガードスコーピオン戦あの体験版とかで見られた方、プレイされた方は分かると思うんですけども、まあ、シチュエーションがパッと変わって、じゃあこのこういうシチュエーションで、はいまたバトルスタートとなって、じゃあこういう攻略は違った攻略があります、今まで攻略してたものが通用しなくなりましたっていうような感じの流れで、まあ、常にこう飽きさせない工夫を取り入れてはいくんですけれども、 あとそうですね、マテリア、まあ、今作でいうとその戦略的な部分でいう と、マテリアが、該当するんですけれども、まあそのまずはまあボスの情報がわからないんで、とりあえずまあ今自分の組んでいるマテリアでバトルに臨んできました。でも時々ちょっと強いボスとかがいて、でまあ時々やられてしまうこともあると思うんです。でまあそうなった時に、じゃあちょっとこのバトル中にちょっとこういったこのボス、まあ、このタイミングでちょっとこの弱点が入りそうだなとか、あじゃあこのマテリアでちょっと試してみようとか、まあ、そういった要素があれば、もう一回こうちょっとマテリアの編成を変えてもう一回試してみようっていうふうに気合になるので、まあ、そういった部分を仮に強い敵であったとしても、そういったもう一回こうチャレンジしてみたくなるような、やられても納得できるような、まあそういった要素をボスに散りばめることが大事なことかと思います。で、コンセプト的にはやっぱそうですね、伝わる方はちょっとわからないんですけど、4コマ漫画というか起承転結っていう、まあ、日本だと、まあ、言うんですけれども、まあ、エンカウントして、バトルが始まり、まあ、手を見せ合いで、だんだんこう、まあ、ラウンド2というかフェーズ2ですね、フェーズ2になると今度こう手の内を明かしながらこうボスがだんだん優勢になってきつつ、フェーズ3になるとさらに大技を打ってくる、さらにそこに対して、プレイヤー側が逆転の要素を持ってくる、まあ、弱点を露出したりとか、そういうところもそうですね。でフェーズ4になるともうクライマックスっていうところで、まあ、シナリオにつなげていく、まあ、ボスバトルって結局ストーリーとのストーリーそのまあ何ですかね、ストーリーとストーリーをつなぐこのキーになるイベントでもあるので、そこのこの起承転結を入れて、まあ、さらにそのフェーズ1個の中にこれもちょっと伝わるかどうか分からないんですけど、序破球っていうまあ、序破球ですね、召喚獣ですごく こだわったところが、そのユーザーの使用感が変わらないこと、あとは現実感を大切にしています。現実感っていうのはまあ、制作者サイドから言うと、そのなんだ、演出をかっこよくしようとすると、その広い空間に持っていって演出する方が演出化しやすかったりとかするんですけど、今作だと狭い空間があったりとか広い空間があったり、その天井があったり天井がなかったりとかするので、それに全て対応できるように制作して、その自分がいる今いる場所にちゃんと召喚獣が来ましたっていう気持ちになってもらえるように調整してます。今回はちゃんとサブクエストをやるタイミングっていうのは、ちゃんとストーリー的にも今は一旦こう落ち着いて、あ、街に一回たどり着きました、じゃあちょっとこの夜までの日はちょっと自由行動ですよね、だからいろいろ街を探索してみようよみたいな感じで、ちゃんと必ずストーリーラインでを壊さないようにサブクエストなり横道にそれれる機会っていうのを設けてるので、とにかくこの FF7 のこのミッドガルのストーリーに没入してほしいっていうところが、まあ、全てに対してこだわっているって感じですね。そのミニゲームもやっぱり今作でやっぱすごくこう気をつけているのって、やっぱストーリーラインストーリーだと思ってるんですね。なのでこうバトルにしてもミニゲームにしても、急に世界観に合わないようなものが急に入ってきてミニゲームやらされても、やっぱりこう
お話が途切れてしまうので、やっぱどのミニゲームもストーリーラインに合わせてちゃんとこのストーリーのここにこういうミニゲームが入ってくるから、やっぱりこうユーザーもそれに対して納得性があるよねっていうところをちゃんと設計してこう作ってるので、そこがこだわりですかね。まあ、なんか FF7 らしいなっていうところはこうきっと伝わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、まあ、今回やっぱりお話がすごくメインなゲームなので、ゲームがオープンワールドよりかストーリードリブンのゲームかでいうと完全ストーリードリブン的なゲームなので、お話進行でどのゲームが進んでいく感じのゲームになってます。ただただただお話をこうずっとこう見せられていくとやっぱりこう自由度がないので、要所要所にそのサブクエストとかそのまあミニゲームがメインで必須ではないミニゲームだったりっていうものがこうあって、それによってまあそれは必須プレイではないんですけど、まあそこでちょっとこう他の道にそれて遊んでもらう人は遊んでもらって、やっぱり本編をやりたいなっていう人は本編に進むみたいな、そういうところでの自由度っていうのは意識していますね。そうですね、やっぱり原作の FF7 っていうふうにこう思った時にやっぱりミニゲームっていうふうに思うユーザーって多いと思うんですよ。なんでやっぱそれに応えるべきだと私も思っているので、まあ、今作もやっぱりこう原作に負けないぐらいミニゲームっていうのをこうよしよしに入れて、やっぱりこうユーザーにこう、ああ FF7 ってやっぱミニゲーム多いよねっていうふうに思ってもらえるように、まあ、するのがもう原作リスペクトかなというふうに思っておりますね。